はい、スタート。うん。カット。うん。スタート。ちょちょ。どうぞ。え。はい、皆さんこんにちは。はい。はい、今日はガチャポンプログライズキー第3弾を5回回してきました。そしてね、出てきたのがこちらの5種類になります。黄色、黄色、赤、黒、黒と出てきました。そしてですね、まず赤いのはフレーミングタイガープログライズキーになると思います。はい、そして黄色のカプセルがライトニングホーネットプログライズキーになると思います。そしてこちらの黒い背面のやつがベローサゼスメライズキーになると思います。これがね、ということはね、まずね、ライトニングホーネットプログライズキーにはメタリックバージョンがありませんので、まずね、もうこちらの2個はね、メタリックバージョンは出てきません。そしてメタリックバージョンが出てくる可能性があるのはこの3つになりますよね。フレーミングタイガーと、あと絶メライズキーですよね。さてね、この中からメタリックバージョン出てくるのか開封していきたいと思います。それでは、ハルくん、どれから開けていきたい？クリカ。あ、絶メライズキー、うん、それではね、ベローサ絶メライズキーだと思われるプログライズキーから開けていきたいと思います。クリカ、ジェ出てくるかな。メタリックバージョンだったかな、ハルくん。はい、まず1個目のね、ベローサ絶メライズキーはノーマルでした。それではね、組み立てていきましょう、ね、よいしょ。はい、こんな感じでね。そしてあとは塩を貼るだけですね。はい、まず1個目はね、こちらのベローサ絶メライズキーになります。はい、こんな感じのプログライズキーですね。絶メライズキーか。それではね、ちょっと音声を聞いてみましょう。まず起動音から。お、かっこいい、ベロスターって言ったね。絶滅の病気ゼロワントライバーベロースマニアA big-headed maniac wielding a scythe Shut Riser はい、1個目のね、ベローサ絶メライズキーはこちらのね、8種類の音声が収録されてました。すごいかっこいいね。絶メライズキーは皆さん知ってると思いますけど、人間をね、滅亡させるプログライミングがされてるプログライズキーになります。そのことをね、絶メライズキーというみたいですね。すごいね、なんか使うたんびにこの絶メライズキーは壊れるらしいんですけど、後でね、また修復されるみたいなので、何度でも使えるみたいです。すごいね。ラブコ、はい、キョブシーコ、ここ。あ、そこだね。うん、ほんとだ。やったじゃん、絶メライズキー手に入れたね。はい、人類を滅亡させる。いいいいよね。そんなことしないよね。ハル君はヒーローだもんね。ユイチえ、ハル君、次はどれ開けていこうか。絶メライズキーまた開ける、うん、いいよ。はい、それではね、2個目もちょっとね、メタリックバージョンか確認するためにこちらをね、開けていきます。うん、はい、これがね、メタリックバージョンだったらめっちゃラッキーなんですけど、それではね、開けてみましょう。これもね、ベローサ絶メライズキーになります。出ろ。あらーノーマルだ。はい、完全にね、ノーマルでした。まあね、もうしょうがないですね。じゃあ組み立てときましょう。ほんとね、あ、もう刺激きた、はい、かっこいいね。うわ、
残念だったね。メタリックバージョンは出なかったね。3つ目はどれ？ガガ。あ、それだね。フレーミングタイガープログライズキーになりますね。ああ刺さらない刺さらない。果たしてメタリックバージョン出てくるのか。出てきてほしいよね。メタリックバージョン出ろ。うっち。ガガ。あー出なかった。もしかして。はい、メタリックバージョンっぽくないね。あーやっぱり。はい、3個目のねフレーミングタイガーはメタリックバージョンではありませんでした。これねもうしょうがないですよね。はい、ということでね、フレーミングタイガープログライズキーなんですけど、とりあえずね、音声聞いてみましょう。ファイヤータイガーズアビリティファイヤーゼロワンドライバー時間のフレアフレーミングタイガーエクスプロシブパワーオフ100バウンズね、皆さんね、もうフレーミングタイガーはよく聞かれていると思いますのでね、今更って思ってるかもしれませんけど、とりあえずね、音声を聞いてみました。それでは、ライトニングホーネットの方にはメタリックバージョンはないんですけど、とりあえずね、1個だけ開けて音声聞いてみましょう。ジューシー。うん、ちょっと待ってよ。ジューシー。はい、こちらがね、ライトニングホーネットになります。それでは音声を聞いていきましょう。いい。Thunder! Hornet's ability! チシー。Zero One Driver! ラララライメイライメイ電撃キーライミングホーネット Piercing needle with incredible force. Shut Riser!はい、ライジングホーネットプログライズキーはね、この8種類の音声が入っておりました。はい、今回のガチャポンプログライズキー第3弾はやっぱりね、ベローサ絶命ライズキーがね、みんな欲しかったんじゃないかと思います。やっぱりね、これね、音声聞いてみたかったですもんね。今回ね、5回回したんですけど、メタリックバージョンは出てきませんでした。正直ね、ライトニングホーネットはもう持ってたんで、できればね、絶命ライズキーとフレーミングタイガーばっかりでも良かったですよね。ジュージュー。かっこいい。絶滅だって。人類を滅亡させる機構。よいしょ。内緒か。はい、ということで今回はガチャポンプログライズキー第3弾を5回回して遊んでみました。うん。ハルくん、やっぱり絶滅ライズキー出て嬉しいですか？うん。そうですよね。ここガチャ、うわ、ガチ。うん。ピーでいい。ピーする？うん、ピーか。はい、ピーしような。はい、ということで皆さんもね、ベローサ絶命ライズキーをね、ゲットしたい方はガチャポンプログライズキー第3弾を回してみてはどうでしょうか。うん、それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録はこちらからしてね。バイバーイ。